皆さん、こんにちは。はい、市長ですのコーナーです。市長よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、広報高山の10月号で、特集をした。今、図書館が面白いということで、図書館をテーマにしてお送りします。お願いします。ところで、市長は図書館について、どんな存在。ですかそうですね。図書館は、まあ、実のところ、ここは、あの、前、鑑賞館の時い。え、あの、二年間通ったんです。市長が。そう。まあ、まあ、こんな新しい建物じゃなかったんですけど。はい。 でも本当思い出のある場所でただまあ図書館というとなんか静かで勉強したりという雰囲気があるんですけども今、ちょっとその図書館が変わろうとしてます楽しかったり出会いがあったりそんな図書館を今日はご紹介したいですね。はい、今日ですね市長のお話にもありましたように今、図書館がさまざまな新しい取り組みをしてう、ね、もう魅力的な場所に変わりつつありますのでその,その活動を支えるスタッフの方とお話しせていただこうと思います。はい、では移動しましまょう、はい、せーの じゃあ、またちょっと一人増えましたね。はい、では、今日のゲスト。そうですね、どこから見ました。どこでしょうか。それではですね、今日の番組のゲストということで、ご紹介させていただきます。高山市図書館鑑賞館の中島翔太さんです。よろしくお願いします。今日はですね、あの、頑張ってみるスタッフの方に、いろんな話を、はい、お聞きしたいと思いますので、お願いします。 では中島さん早速ですけど新たな図書館の取り組みについて教えてください。はい、今回は図書館に入れる本を選ぶ選書についてと,と新たに設置した特集コーナーについて紹介しようと思います、はいはい、リラックスして、はい夫ます。はい 開きました。図書館では、えっと本を選書する時の基準を定めています。はい、本はいろんなものを想像されると思うんですけども、小説とか文ね文学系とかいろいろあると思うんですが、その内容とかテーマで10の分類に分かれていますで。以前はその分類をこう全体的に広くバランスよく選書をしていました。でも今年度から新しくした選書方針では。 そういった分類のバランスももちろん考慮するんですけれどもよりこう市民の皆さんの参考になるような本気になるテーマであったりとか、うん、あとそうですね例えば AI 人工知能であるとかあと資産形成ですねそういったテーマの本を重点的に選書しています。うん 確かにどれもこう気になるテーマですよね資産形成だった確かに気になる <laughs> AI もそうですそのように選書された本がえっ、うん、と今からお話しする特集コーナーという場所にピックアップして並べられることになっています、うん、で、今2階の書家では Z 世代のための一冊という若者向けのコーナーを作りました、うんはい、若者世代に人気のある テーマですね、例えば「就職活動」とか「進学、うん」とかあとは「一人暮らし」ですね、うん、そういったテーマの本を集めています。うん、で他にも「あのシニア応援コーナー」というコーナーもありまして介護とか健康保険ですねあと医療とか、うん、そういったシニア世代に人気のテーマも集めるコーナーがあります。に、うんはい、にも学学生のの皆ささんがよく利用される学習室の隣に 推し本おすすめの本ですねのコーナーを設置していますでこちらは半月に1回テーマを変えまして、はい、若者世代に人気の本をこう特別に展示している形となっています、うんうん で、こういった読みたい本がある方はもちろんそうですが、と目的がなくても、図書館にふらっとご来館いただければ。もしかすると、今皆さんに必要な一冊、そういう本が見つかるかもしれないです。いいですよね、こうもっと気軽に楽しめそうですよね。一応いかがですか、今の。あの、図書館に行って、まあ、うん、本当に読みたい本を読むということ。はい。今おっしゃったみたいに、ずっと眺めてて。はこれ、これ。<laughs> 思わず手に取るような。<laughs> そんななんか。 そういうことも、ね、いろんなジャンルで選手をしていただいていると本当、たぶん普段ね、うん、どんな本が読まれているかということをしっかりと把握されてやっている<ー>そんないいあの、まあ、結果かなという,ふうに思いますね。 で今その図書館ではいろんな取り組みされているわけなんですけどもそその思いいをお聞かかせいただきますすうですね実は図書館に利用登録をされている方っていうのは全市民の2割程度と言われていてで実際の利用者というのはその中の半分大1割 ぐらいいの方と言われていますでそういった現状が図書館にありましてそんな中で今まだ図書館を利用したことがないとかまだちょっと行けてないなっていう方にもこう利用しやすい場所を作りたいと、うん、気軽に来られるような場所を作りたいという思いがあっていろいろな企画であるとか新しいコーナーなどを設置しています。うんはい Z 世代のための一冊などのコーナーもそうですし図書館で行われている多様なイベントですねいろんなイベントがその方の足を運ぶきっかけになればと思っていますで、また図書館と市ではえっと高山市民の皆さんからこんな本があったらいいなっていうリクエストも受け付けさせていただいています そういったものを参考に選書もしておりますので普段図書館を利用される方はもちろんですが普段利用しない方にもこういったお声をお聞かせいただければと思っております。はい、ちょっとなんとかしなければという,い思いを、ねうね、本当にあの、はい、職員の皆さんの熱意が、うん、で市民の方にアンケートをしっかりとって<ー>でそれで選書をしてらっしゃるという。まあ、本当にあの あの今までの図書館とはまたちょっと違うそうですね,ね図書館のなんか姿というのがか,、はい、かいま見事できましたしできましたら市民の皆さんやりたい時にやりたい場所で、うん、やりたいことに挑戦できる、うん、そんなまちづくりをしてるんですけどもいいその図書館もいろんな、ね、あのこれまでのルールをちょっと見直すことでより使いやすくなったりとか、うん、より親しみやすくなったりとか、はい、そんな取り組みしてらっしゃってるので本当ありがとうございますありがとうございます。 はい、ここまでですねその図書館の選書のお話であったりとかその新たな展示コーナーのお話ししていただいたんですけどもあの市長のお話にもありましたように今、図書館ではこのルールを緩和されて、うん、物の販売であったりとかまたはホールや会議室以外の,その貸し出しできる場所が増えたりするなど貸しし施設とててても進化していってるんですよね市長その図書館以外の高山市の施設でもこのようにこう見直しが行われているんですかそうなんですあの文化施設とか体育施設がいいろろありますよね 市民の皆さんが集って、はい、そこでその決まった活動をされること以外に、うんはい、何かそこでそこを場にして、うん、いろんな,なんかあの、ね、活動そこの場所の施設の目、うん、当初の目的とはちょっと違うんだけどもこんなことをしたいとか<ー>そういったことはねあの後押しさせていただいてまして、はい、あの例えば会議室とかホールとかそれ以外でも貸し出す例えばホワイであるとか駐車場であるとかもでき<ー>利用できるようになってますしあとはまあ あの販売とか、商業宣伝、まあ、それにも、まあ、利用できるようになると。ただ、ちょっと、追加料金、かかるんですけどね。で、例えば、マルシェ、マルシェとか、キッチンカーとか。ってますね。そういったもの、これまで、できな、あ、それまで、できなかった、の今、できるようにしましたし。あとは、あの、予約システムを導入されて、簡単に。施設予約も、今までは並んでとか、あの、本当に。窓口、窓口行ったりとか、しなきゃいけなかったものを、しっかりと。オンラインで。いつでも。あ、本当。まあ、使いやすく、その場所で。 何かやっていただけるようなそれもおそらく図書館もその一つになっていると思います今ですね市長からそういった施設の使い方の見直しっていう話がありましたけどもどのように感じますかそうですねやっぱり施設の利用ルールがこう見直されたことで図書館もこう新しい企画ですね、うん、にすごくこう挑戦しやすくなったと思っています 市民の皆さんもぜひ今度は主催者の側として図書館を使っていろんなイベントをやっっててければと思っております,す、ねはあ、今、その新たな企画に挑戦って話はあったんですけどうん、うん、何かかされてるんですかそうですすそう10月末まで図書館フェア2024を開催しておりますが期間中図書館で人気のイベントのスペシャル版であったりとかあとは特別な展示を実施しておりましてうん、うん、魅力ある多様なイベントが行われています。うんうんはい そんな中で10月6日に開催された高山ブックマーケット「一箱ふる本市あと鑑賞館」というイベントがあるんですけれどもこちら本ののフリーマーマケットトイベントになっております鑑賞館でものの販売ができるようになったことで今回初めて実現したイベントとなっております。<laughs> こう1箱分の本を持ち寄られたこう出店者の方と来場された方交流を楽しみながらこう本と出会うようなそんな様子が見られる楽しいイベントになりました他にもコラボがありましてまずはあの高山市図書館でこう展示をしております「大公開本屋の裏側図書館の裏側」という題した特別な展示を開催しております。 こちらは普段はあまり見られないような本屋さんの裏側であるとか図書館の裏側そういったことを紹介する展示になっておりまして。うんうん 市内の書店ささんにこう取材はせてていいただいて本屋さんしか知らないような世界とか図書館のあるあるなエピソードとかそういったものを紹介しておりますのでままたたたよかったらご覧いいだければと思います、はい、先ほど紹介させていただいた高山ブックマーケットもあの市内の書店さんの住職書房さんというところとコラボして開催させていただいたものとなっております。 こど市長も新たなイベントが続々と登場して。そうですね。あの、このフリーマーケットや考えたいとか、あとはまあ民間のね、書店とのコラボっていうのは本当これまでない。取り組みです。本当に新しい。なんか施設の利用方法とか、一生懸命考えていらっしゃる。いや、もう、若い。登山って、いろんな、あの。行く人にとっては、行きやすい場所。でも、なかなか足が運ばない方にとっては。なかなか運ばないんですよね。足が。あ、そういうなんか。 もっと先ほど言ったように使う方がその図書館の使い方を決めていただけるということであればまたこのね本当に本がたくさんある中でその中でちょっと手に取ってあこのなのあるんだみたいなまたちょっと来ていただくとかねそういうことにもつながると思いますの、ね、でどう、ね、もありがとうございます まだ他にもあるんですかそうですねこの他にも関係団体との連携したイベントも、はい、企画も開催しておりまして、はい、そちらを紹介いたしますと、はい、例えば図書館の中に事務局があります空町のまちづくり協議会さんですねこちらとも連携した事業を行っておりますと、はい、館外を利用した朝市の開催などを通じて地域づくりの拠点にもなっています、はい 11月3日には都観書館の館内館外を利用しまして、と空町まちづくり協議会文化祭が開催される予定となっています。東山白山神社にある八角神輿の展示であるとか、うん、縁日なども企画されておりますので、ぜひお越しいただければと思います。はい、また放送大学さんともコラボすみません連携をした取り組みを行っています。うん、と今年から 放送大学高山文室がと市民文化会館から鑑賞館の方に移転となりました。うん、はい、それを持ってと公開講座の開講などですね、そういった取り組みをえっと連携して行っておりまして、9月末には生成 AI についての講座とか、あと実輪市の工作セミナーなんかを、うん 開催いたしましまてこちらは市民の皆さんにも大変ご好評をいただいたたただイベントになりました、うん、やっぱりこうこうしたイベントとか講座を開催されますとさらにこう図書館に行ってみたりとか、ね、そうですね何、ね、かやってるんじゃないかそうですね今日はって。と、えー、この、まあ、図書館自体もちろん高め市民の方にとっては、まあ、本当に中心的な図書館になりますけど、はい、地域の方にとっても中心的な場所になりますんで、はいまあ、観光客の方であるとか市民の方も<ー>ちょっと夏暑い時ちょっと涼もうとかね。 そんなことでもいいのでそしたらんかイベントやってたりとか本があるとかあとお子さんをねお連れしてちょっと散歩に暑いからちょっと図書館で遊ぼう本読んのとかねわりとね安全安心なんですよね図書館ってあまり危ないものってないので安心してやっぱお子さんだけをちょっとね見ていられるっていうのもありますねそういったことにも活用していただきたいですね。本当ワワククできるような 本当に。りますね、もうこれからの図書館楽しみですね。はい。ではですね、あの番組もお時間が余りましたので、最後に視聴者の皆さんに向けてメッセージをいただきたいと思います。まずは中島さんからお願いします。はい、今図書館は本を読んだり勉強するだけの場所ではなく進化しています。おすすめの本を提案したり、魅力あるイベントや講座の開催などさまざまな取り組みを行っています。 とまたルールの緩和によって市民の皆さんがやりたいことに挑戦をしていただけるそんな場所にもなりました何かを始めたくなったらまずは図書館へぜひ遊びに来ていただけると嬉しいですありがとうございますでは最後に市長お願いしますはい。あの本当に職員の皆さんがいろいろと工夫をしていただいて市民の方々がまあワクワクできるなんかチャレンジちょっとできるそんな施設に生まれ変わろうとしてますもちろん図書館だけではなくて の施設いろんいろなところでちょっと取り組みをしますのでまたあの皆さんが考えておられることがありましたらぜひチャレンジしてもらいたい今日はですねもう中島さんから僕が生まれた時の, <laughs> あの昭和奮年2月 <laughs> の新聞いただきましてもう一昨年のあ昨年の飲酒量は、ね、前年より13%増えるそんなあの記事も載せてもらまると思、はいまに 本当にどうもありがとうございました。あり,すありがとうございました。今回は田中市長と一緒に、えー、図書館をテーマにしてお送りしました。それでは今回の番組ここまでになります。えー、市長聴中島さんありがとうございました。ありがとうございました。したしし次回も楽しみに！はい